石川県能登、すでに津波が到達。予想される津波の高さは5メートル。津波警報は山形県、すでに津波が到達。新潟県上中下越、すでに津波が到達。佐渡、すでに津波が到達。富山県、すでに津波が到達。津波警報が出ている地域の情報をお伝えしています。石川県加賀、すでに津波が到達。福井県、早いところでは到達とみられます。兵庫県北部、早いところでは津波は到達とみられます。予想される津波の高さは3メートルとなっています。ではここで再び輪島市にいる桐原通信員と電話が失礼しました、観測された津波の情報が更新されました。新たに津波注意報が出ている青森県深浦町で10センチの津波が観測されました。津波注意報が出ている地域でも津波の到達を確認しています。緊急地震速報です。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。内陸の安全な建物にいるという方、緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。テーブルや机の下に隠れてください。倒れやすいものからは離れてください。外にいらっしゃるという方もいるかもしれません。倒れやすいブロック塀や自動販売機などからは離れてください。これまでの揺れによって倒れやすくなっている建物、そして崖や斜面、崩れやすくなっているかもしれません。崖や斜面からも離れてください。雪崩にも警戒をしてください。緊急地震速報です。石川県に緊急地震速報がまた発表されました。強い揺れに警戒をしてください。映像は金沢市の現在の様子です。街の様子が見えていますが、わずかに揺れが続いているように見えます。内陸では揺れが相次いでいます。現在入っている情報ですと、金沢市内道路の液状化や電柱が倒れたなどの通報が多数寄せられているということです。その他、建物が倒壊しているという情報が寄せられているという情報も入ってきていました。内陸の皆さんも危ない場所からは離れるようにしてください。揺れが相次いでいて不安かと思います。安全な場所に行くことによってその不安から逃れてください。では、輪島市にいる桐原通信員と、電話をつなぎますが、桐原さんすいません、先ほどの地震最大震度は5弱でした。能登地方で観測されています。能登地方、強い地震が相次いで発表されています。そして沿岸で観測された津波の情報が更新されました。新たに新潟港でも30センチの津波を観測しました。津波警報が出ている新潟港、午後5時9分、30センチの津波を観測しています。各地に津波が次々に押し寄せています。ただ5時9分という情報ですので、少し前に観測した津波の情報が入ってきています。今より高い津波が来ている恐れがあります。決して油断をせず、安全な場所にとどまり続けてください。沿岸に到達した津波の情報を改めてお伝えします。大津波警報が出ている石川県輪島市、1メートル20センチ以上の津波を観測。どれだけ高い津波が来ているか分かりません。続いて津波警報が出ている地域です。富山市80センチ、新潟県柏崎市40センチ、金沢港40センチ、そして新たに新潟港で30センチの津波を観測。新潟県佐渡市鷲崎で20センチ、山形県飛島で20センチ、津波注意報が出ている青森県深浦町で10センチ、さらに石川県の七尾港、こちらは大津波警報が出ている地域ですが、津波の到達を確認しています。各地広い範囲で津波が到達したという情報が入ってきています。ただ津波は繰り返し押し寄せます。後から来る津波の方が高くなります。警戒を続けてください。高いところでの避難を続けてください。皆さんで周りで声を掛け合って、命を皆さんで守ってください。大津波警報が石川県能登地方に引き続き発表されています。石川県能登、すでに津波が到達。ただ津波は繰り返し押し寄せます。予想される津波の高さは5メートルとなっています。